おはようございます。3日目の朝です。はい、では3日目の方をスタートしていきます。はい、昨日ですね、長崎駅着いてから長崎駅に隣接しているこう複合施設っていうんですか、そこでちゃんぽん食べようと思ったらですね、まさかのラストオーダーが早かったっていうことで、昨日結局最終的に何食ったかっていうと、コンビニで五島丼っていうのを売ったんで、それをですね食べるっていう、いやさすがにね、ちょっと10時に帰ってきて長崎の街中まで出て飲み屋で食べるっていうのですね、さすがに疲れすぎてできなかったですね。で今日はですね、これからずっとひたすら今日は乗り鉄になります。長崎から佐世保の方に抜けて、それから最終的には博多の方に向かっていくっていう今日のスケジュールになります。では長崎駅の方に向かっていきましょう。はい、長崎の駅前に着きました。こちらでですね、まずは自然の方をちょこっと通りながら出発していきたいと思います。路面電車の方を撮影してきまして、長崎駅のですね、駅の方までやってきました。こうすごいですね、なんか開放感のあるすごい大きな駅になってますね。昨日ですね、来たのが夜だったんでちょっとあまり見えなかったんですけど、こうですね、こう商業施設だとかあって、大きなターミナル駅になってますね。博多駅でお土産を買えるかどうかがちょっと分かんない状況でして、なのでこれからですね、8時半にお土産屋さん開くってことなんで、ちょっとお土産買って、で朝のうちにですね、ちょっと発送しちゃいたいなと思ってます。じゃあちょっと行きましょう。はい、お土産の方も買ったんで、そしたらですね、いよいよ長崎駅から佐世保の方に向かっていきたいと思います。はい、今日一発目に乗る列車なんですけども、9時11分発普通列車の長吉線周りの竹松行きということで、昨日はですね、長崎本線の、メインルートを新線で通ってきたんですけども、今日はですね、急線周りでちょっと行ってみたいと思います。ではですね、担当する列車はキハ66ということなんで、また再びですね、キハ66乗って、まずは竹松の方まで行ってみたいと思います。それでは乗っていきましょう。はい、では、列車の方に乗って結構そこそこ乗車してますね。じゃあこの辺あたりに座ってみましょう。はい、今長崎駅の方を出発しました。で竹松に着くのが10時半ってくらいなんで、1時間ちょっとですね、列車の方に乗っていきたいと思います。ですけども、やっぱりだいぶ今話題になっている長崎新幹線ですかの方が、昨日の大村線乗ってても思ったんですけども、だいぶこう作っているっていうんですか、出来上がっている状態に近づいてきてるんで、まあですね、今いろいろごたごたになってるかと思うんですけど、やっぱり長崎県としてはやっていきたいかなと思いますね。
修羅神の影響出たんですけど、まあ本当は時間とかあればですね、大浦天主堂ですとか、あとグラバー亭とか、あとは平和記念公園とかも訪れたかったんですけど、ちょっと今日ですね、もう列車乗ってるだけで夕方になっちゃうっていう状況だったんで、またですね、ゆっくり行きたいなと思います。道の駅を過ぎたんですけども、結構ですね、西浦上道の音かなりの人がですね乗車してきました。長吉線ってことでそんなに乗ってないかなと思ったんですけど、結構ですね、早明方面じゃなくって諫早方面に行く人結構いるんかもしれないですね。沿いを走ってるんですけど、すごい海きれいに映ってますね。これはすごいや。いやー、これやっぱり海沿い走る路線ってやっぱり見てて気持ちいいですね。現在諫早の駅に着きました。このままですね、大村線に入って竹松まで行きたいと思います。